鶴林寺は、神奈川県山和市にある浄土宗の寺院。鎌倉孔明寺の末寺であり、つまびらかなは、法器山ことぶき沖ないんである。境内には革命学者という公立小学校があった。下鶴間塾を通る大仙街道は、目黒川を渡る付近で急な坂となる。その坂の上り口右手に、不動明王を祀る道があり、 数十段の石段を登っていくと不動堂の隣に、鶴林寺が存在する。鶴林寺は、つまびらかなを、宝器山ことぶき沖ないんと言い,い、浄土宗に属する寺院である。新編相模国風土機構巻の67村里部、講座群巻の九には、浄土宗鎌倉工業寺末解散定三角里市という、本尊御堂安鈴とある。寺市の詳細については、 不明である。自伝によれば、総建年を1569年とする。海産の低三角差都市は、分臨者に誉れ承認低三角差都市を称と言い,い、1573年に死去したという。1784年、第17世住職清憶支援の時期に火災にあって、本尊や書類を消失した。1804年、 第18世住職従う邸が再建を開始し、1817年、江戸島の増上寺から本尊などが1817年に送られた。1820年から1822年に本堂を再建した。しかし、1864年再度の火災に遭い、その際に村人たちによって本尊と趣味断策は持ち出されたが、本堂は消失した。 1874年、第21世住職常年の時、本堂が再建された。鶴林寺には、一時期下鶴間学校の校舎が置かれていた。下鶴間学校は、当初、革命学者という名で、1873年に、下鶴間の伊沢東八から柏子を校舎として借りて、設立された公立の小学校であった。ついで1882年に、 下鶴間の観音寺本堂を仮教場として移り、さらに各林寺の境内に校舎を建てて移転した。校舎は明治10年代後半に境内にあった鶴久志座という常設の芝居小屋が転用されたものであった。境内には学校跡を示す石碑が残されている。百九十八年から二千二年にかけて実施された社寺建築失会調査では、 手労堂が1717 17年で大和市域における寺院建築遺構の中で一番古いものである。前景の新編相模国府土機構では手労教法2年中造の鐘を書くとの言及がある。この文章は1938年に教室されたが教法3年取り実るという年があり、手労堂の混流より1年ほど後に中造されたものである。 現在は西側に新たな参道ができて境内まで車の出入りが可能になったため、2カ所ある石段を利用する参経客は少ない。なお、現存する本堂は第24世住職蘇我高尾によって分世期の規模に戻して1974年に再建されたもので、位置は前方に移っている。境内にある下鶴間不動村では、毎年、 初不動にあたる1月28日に、ダルマ市が開かれている。この行事は1960年から、縁起物のダルマをこの地でも購入できるようにと、下鶴間連合自治会や大和商工会議所、下鶴間支部、鶴早市寺世話人会の協力によって行われる。当日は午前10時に住職が不動村でごまを炊いて、行事が始まる。出店では、 平塚市で作られている、昇州だるまが扱われている。ありがとうございます。